具体的に言うならば、午前の講演は私どもの書物を平均して3冊ほど読んでおられる方というのを想定いたしております。そして午後の部は幸福の科学の会員向け、心理の書籍を50冊以上は読んでいる方を対象にした王道論になる予定であります。さて、まず真理に触れてまだ日の浅い皆様に私がお話ししたいこと、そう、それはもちろん本日の演題にあります通り、皆様方にとっての人生の王道でありますが、この王道は心とは何かをつかむところから始まっていくと思うのであります。皆様は自分の心というものを意識して生きてこられましたでしょうか。もちろん心を知らないという方はこの中に一人もいらっしゃらないでしょうけれども、自分自身の心とは何なんだろうかということを見つめてこられた方というふうになりますと、非常に数少なくなってくるのではないでしょうか。それは皆様方だけに言えることではありません。かくいう私自身もこの真理の世界に入るまで自分の心というものを明確につかんだことはありませんでした。まだ心の探求を始める以前でありますと、そこにあるのは心と言えるようなものではなくて感情に近いものであったのではないかと私は思い起こして思うのです。身の回りに起きるいろんな事件、いろんな人の言葉や出くわした事柄、あるいはさまざまな新たな環境の変化などに合わせて、私たちは思わず知らず何らかの反応を起こします。そうした物事に対して必ず反応を起こします。それが感情という形で現れてくるのです。感情と言われるとなるほどと思われる方はいらっしゃるでしょう。有名なものは喜怒哀楽です。喜は喜び、怒は怒り、愛は悲しみ、楽は楽しみですね。こうした喜怒哀楽の感情は教わる以前からある程度備わっております。赤ちゃんとして生まれてからこの方、喜怒哀楽は教わることなく皆さん方は表現してこられたでしょう。その延長上に大人になってからの感情というものがおそらくあるでありましょう。ただそうした感情を意識しながらも、ある一定の作用に対して必ず同じような反応が起きる自分に、ある種の苛立ちを覚えておられる方が数多いのもまた事実でありましょう。すぐにカッとくる、怒りの言葉を出してしまう、なぜ自分はこういうふうになってしまうのだろうかと思いつつ悩みつつ、それを取り除くことができないでいる、そうして悶々としている人がいらっしゃいましょう。
また悲しみというものもそうでしょう。なぜこんなに日々悲しいのだろうか。周りを見渡してみると自分以上に悲しみの中にいる人はまるでないかのように感じられる。人生は悲しみの中にあって、自分はその中で喪服を着て生きていくような、そういう毎日を送っている、そう思っておられる方もいるでしょう。またある時、喜びの絶頂にあって、その時自分は全く気がついていなかったのだけれども、その喜びの中において身近な人たちを思わず知らず傷つけている自分というものに気がつくことがあります。喜んで毎日が嬉しくて仕方がない時に世界がバラ色に見えるのだが、その実その喜びの中にある時に他の人への配慮を怠り、言葉で他の人々を傷つけ、事実で他の人々を傷つけ、その人たちのその顔つきが変化することさえ、自分に向かって顔をしかめていることさえ気づかずに過ごしている人がいます。この中に知らず知らずのうちにエゴイストになっていく道が続いております。また楽しみの中においてもそうであります。この仕事が楽しくて仕方がない、この趣味が楽しくて仕方がない、楽しみ楽しみを追求しているうちにいつの間にか本筋から離れて享楽的な人生の中に生きている方は、そう今日話を聞いておられる方の中にかなりのパーセンテージおられることでしょう。そしていつの間にか若い頃の理想というものを忘れ去って、そして楽しみこそが人生、快楽、そういうものが自分を喜ばせてくれるならば、快楽の中に生きて何が悪いという気持ちになってきて、ごく自然にその中に身を置くようになっていきます。こうして知らず知らず本来の人間の使命というものを忘れ、快楽のままに身を置いて人生が終わったときに、それで自分も終わり、他人も終わり、世界も終わりだと思っていたところが、肉体を去ってあの世に帰ったときに霊言なる事実が待ち受けているわけです。この快楽の中に生きてきた人は、死んで後に命があるという霊言な事実の前で、どう自分を表現してよいかがわからなくなってくるのです。生前一生懸命に努力をしていた人たちや他の人を愛することの中に生きがいを見出していた人たちをせせら笑っていたのは他ならぬその人自身であります。彼らは非常に貧乏症である、短い人生を楽しまないで何がある、そう言って彼らの理想を追求や他人のために生きようとする姿勢を冷笑し批判してきた人がこの世を去って後に、楽しみというものが実に大きな代償を伴うものだということに気づくようになってきます。そして振り返ります。後悔をします。人生がこういうものであるならば、ああもう一度やり直せばよかった、もっと大切なことのために生きるべきであった、自分はこの肉体の喜びを満足させることのみに
救急として終わった一生であった。まことにごまかしの人生であったということを深く深く感じるようになるのであります。この間違いは一体どこに起因しているのでしょうか。それは私たちの命というものそのもの自体の見方にあるのです。私たちの命は与えられたものなのです。この与えられた命であるということを気づくかどうか、これが大きな違いになってくるのです。この命を与えられたと思わずに自分のものだと思ってしまったとき、そう、両親からさえも与えられたものではなく偶然の所産であるとか、自分は自分なのである、自分の人生をどう生きたって自分の勝手ではないかと思う人たちは、残念ながら人生の理想からは程遠い生き方をしていくようになるわけなのです。こんな単純なことです。与えられた命というこの思想すら持てないのが現代に生きる私たちの姿であるのです。そうです。世の中を見渡してみてください。この日本だけとは言いません。先進国と言われる国々でもそうです。そこに生きている人たちはなぜか自分の利害を追求することのみに邁進しているように見えます。あたかも今言った通り、自分の命、自分の好きなように使って何が悪いという考えを当然の前提としたような生き方をしております。それが生み出しているものは一体何でしょうか。人の心の中に広がっているものは何でしょうか。医学の発達によりがんの治療ということがどんどん進んでおりますけれども、心の中に広がっているところのこのがん細胞に気づかない人のあまりにも多いことに私は涙を禁じ得ないのです。そもそもの考え方の出発点が違っているのです。この私たちが宿っているところの肉体は、これは私たちの乗り船であり車であるのです。皆様方がいかに自分の車、愛車を大事にされたとて、その車を自分自身と見間違うことはないでしょう。いくら車が壊されようとも売り払われようとも自分自身ではないと思うでしょう。ところがこの人生というものは厄介なものであって、肉体を自分と思う人が大多数になってくるのであります。この考え方を180度転換して、そしていや、この肉体に宿るところの魂こそが主人公であるということをまず知ることが、これが王道を歩んでいくための出発点なのです。そもそも私たちが今定義しようとしているこの人生の王道とは、残念ながらわずか数十年のこの世のみの人生のことを言っているわけではないのです。この世のみの成功論など巷にいくらでもあふれておりますけれども、私たちがまさしく対象にしているのはこの世とあの世を貫くところの幸福であるのです。しかし皆さんの中には疑問を投げかける方もいらっしゃるでしょう。この世とあの世を貫く幸福というが、いまだあの世を知らないのに
なぜそういうことを考えることができるのだろうか、そう思う方が必ずいらっしゃるでしょう。分かっているのはこの世だけだから、この世だけで成功すればそれで良いではありませんかと言われるでしょう。しかし事実は一つしかありません。 80% の事実とか 60% の事実とか五分五分とかいうことはありえないのです。確率論の世界で言えば、あの世があるかどうか、こんなことは五分五分かもしれない。しかし現実論からいきますと、これは 100% かゼロかどちらかしかないのです。これ以外の途中は絶対にありえないのです。そしてあの世がないということの証明に成功した人は過去一人もいないという厳粛なる事実があるのです。現に無神論といい、宗教を信じないといい、あの世を信じないという人は現代にはいくらでもいますけれども、それを証明して見せてくれた方は一人もいません。私の知る限り彼らの大部分は極めて個人的なる反応です。信じたくないというのが本心なのです。ないというのではなく、信じたくない、考えることが怖いから信じたくない、それが本心でありましょう。本格的にそれがないということを証明できていないのです過去。その逆にあの世の世界があるということを証明するために努力してきた方々は、過去の歴史をひも解いてみるといくらでもいるんです。まず全ての宗教家はこの証明のために生きてきたと言って間違いがありません。そしてその時代から宗教家がいなくなった時はありません。人類史の中でいつの時代においても地上には宗教家がいました。彼らは神の世界を説いてやまず、あの世の世界を説いてやまず、霊魂の存在を説いてやまなかった。そして彼らには彼ら特有のその事実を証明するものがありました。さまざまなものがありました。神の存在を、あの世の存在を知らしめるために奇跡というものを起こした方もいらっしゃいました。イエスやモーゼのように。また現代でも治すことができないと言われる病が治るというような現象が出てくることもあります。またそれ以外に単に物理的物質的なそうしたあの世の存在証明のみならず、現に目に見えぬ世界からの指導を受けてこの世に教えを説くという人も後を絶たずに続々と出ています。そのやり方は一様ではありません。自動書記といって自動的にオートマティカルに手が動いて、そしてある思想を述べ伝える、こういうものもあります。またそれ以外にも啓示を受けるという形でその思想を受けることもあります。マホメットが洞窟の中でアラーの啓示を受けたように、そのように啓示を受けるという形でもあります。また東海で数多く証明のために出されているところの霊言という、こうした現象によってあの世の存在を証明する手段もあります。どのものももちろん万人を納得させるところまでいかない部分はあるのは事実でしょう。それがこの世とあの世の違いであるからです。完全に証明できるものであれば同じ世界であるからです。同じ世界の中にあるものは誰にも見せられ、誰にも触らせ、誰にも確認をさせることができるが、違った次元の世界であるからこそ、それは証明の手段は多々あれども完璧にまでそれを示しきることはできない。それがゆえに神は一つの方法論を思いつかれた。偉大なる聖者を地上に次々と下ろし、彼らによって神の言葉を伝え、奇跡を起こし、そしてこの世ならざる存在の姿というものを感じせしめ、そしてこうした聖人たちの生き様を見せて、それが神に近い存在であるということを
人々に教えたわけです。そうした聖なる人々を尊崇する思いが神というものを創造させ、神の作られた世界を創造させるに至ったわけです。そう、今創造という言葉を使いました。感じ取ると言ってもよいでしょう。なぜそういうものがあるのか、ここに信ずるという行為が起きてくるからなのです。目に見えるもの、目に見え手に触れるものは信ずるということはできません。これは確認するだけです。しかし目に見えぬものであるからこそ信ずるという行為が起き、この信ずるということが地上に生きる人間をして地上をならざる存在に変えていくのです。この世ならざる高貴なる世界の存在を知ることによって、人間は物質にとらわれた生き方から解放されるようになってくるわけなのです。故にここに信ずるという行為の大きな意味合いがあるわけなのです。さて、さまざまに話を進めてまいりましたけれども、今日のこの時間で皆様方にお伝えできることは限られております。皆様方がまだ真理に目覚めて日の浅い皆様方が王道を歩むためにどうしても必要なことを述べ伝えておかねばなりません。その第一は、囚われを去るということであります。囚われとは別の言葉で執着とも申します。執着という言葉を聞くと馴染みのない古い言葉だと思われるかもしれません。もっと簡単に説明してみせましょう。あなた方は毎日毎日を過ごしていて、ふと気がつくと考えていることがありませんか。ふと気がつくと自分自身に帰ってみると、我に帰ってみるといつもいつも考えていることがありませんか。それが執着なのです。まだ心の探求が十分でない方であるならば、深く自己を洞察することは難しいでしょう。けれども、いつもいつも自分がそのことを考えていることが執着なのだと言われると、なるほどと思い浮かぶでしょう。過去の自分の失敗というのが例えばあります。仕事上での失敗、いつもいつも思い返せばその時の冷や汗が流れるような失敗のことばかりが思い出される。思い起こせば受験なら受験でのその時の失敗のことばかりがつい昨日のように思い出される。思い起こせば結婚の時のあの失敗がつい昨日のように、いや今現在のように思われる。また過去のことだけではありません。今自分のやっている仕事の中でどうしてもどうしても心がそこに止まってしまうものがあります。もちろんこの執着と言われるものの中で一定の例外はあります。それはある時に理想に極めて近いところがある場合があるからです。この執着という心の針が天井の一点、すなわち神の方向に向いている時、これは理想と呼ばれます。これ自身は執着とは呼びません。もちろんこれも手段方法を誤れば執着に転化することはいくらでもあります。ただ神の方に向いている方向は原則は執着とは申しません。これは理想と言いますが、これはほんのごく一点に近い方向性で、心の針は一日の大部分それ以外のところを残りの365
60度の残りの部分を指しております。大抵の場合は気がついてみると自分自身を害する方向に向いています。悲しみや苦しみの方向に、また自分を悲しませ苦しませるものでなくとも他の人々を傷つけたり悲しませたりするような物事、考え方のところに、そうした暗いものの考え方の方に向いています。これこそが典型的なる執着であります。そしてこの執着というものはまだ心というものを十分につかみきっていない皆様にとっては、なぜそれがいけないものなのかがわからないかもしれませんが、霊的な目で見ますと皆様方の本来の魂というものは光っているのです。ダイヤモンドのように、あるいは純金のように光っているものです。そうした無垢な魂を持って生まれてくるのです。ここで魂と呼んでいるのはこの肉体の形と全く同じ姿をしたすっぽりと入ったその霊的なエネルギーのことを言っています。私は心と言っているのはこの魂の中枢部分で、この魂全体を司っているところの作用、これを言っています。この魂はもともとそのように光り輝いたものであるのです。それが信じられるためにはそう難しいことではありません。小さな子供たちを見ればよいです。幼子たちを見ればよいです。純真で無垢で、私たちこの世の人間が見ても光り輝いて見えます。それが本質であるのです。それが大きくなってくるにつれて、次から次へといろんな挫折や失敗や悲しみを通して、その金色の体にさまざまなゴミやホコリが溜まってくるのです。知らず知らずのうちにこれが溜まってまいります。まず私たちはそうしたゴミやホコリに覆われたこの姿が本来の姿でないということを知る必要があるのです。これは本来の姿ではないのです。まずこれはゴミやホコリであるということを知らなくてはなりません。本来の姿は光り輝いた姿であるのです。天真爛漫であって、すべての人が愛し合い喜び合える、そのような世界であるのです。子供たちのような世界であるのです。それがいつの間にか大きくなってきますと、自分の挫折や悲しみを通して他の人に対する見方が変わってまいります。人が信じられなくなってきます。世の中は自分を害するように見えてきます。失敗は数限りなく、悲しみはその底を知らない、こうした現実の中でどっぷりと使って、そしてまさかそんなことがあるまいと思われるかもしれませんが、自ら自身の磁力によって、磁石の力によって、実はそうしたゴミやホコリに近いものを吸い寄せているのです。こういう現実があるのです。そう、いつの間にか自分の心を害する思いを持って、そして害する行為を招き寄せている人がいくらでもいるのです。失敗を愛している人、不幸を愛している人、病を愛している人、よくよく見てみればこんな人にこの地上は満ち満ちています。彼らは思わず知らず、心の針のコントロールを知らず、暗い方向において心の針を止めてしまったがために、その針に相応するものを引き寄せ、そして体に付着させ、金色の光を消し込んで、そして暗い灰色の光に覆われた姿となっているわけです。しかし私は今日そう難しいことを皆さんにお教えしようとしているのではありません。この事実に気がついたならば、そのような囚われから自由になろうと思う
ことがまずその第一歩であるのです。ああ、自分の心は気がつけばいつもマイナスの思いに釘付けにされていた。この釘を抜いてみよう、この釘を抜いてみよう。さすれば心は自由になるのではないか。一本の釘を抜いてみた。しかしまだ自由にはならない。まだもう一本どこかに釘があるのではないか。それを探してみる。また抜いてみよう。過去、自分が仕事上の失敗をしたからといって、それが自分の値打ちを少しでも下げることになるだろうか。世の中にはさまざまな仕事に就いている人がいて、みんなその中で苦労しながら自分を高めていっているのではないのか。さすれば一つ一つの小さな自分の失敗にいつまでもとらわれているのは、そしてとらわれて他の人のせいにしている心はやはり卑怯な心ではないのだろうか。そう、これは自分自身がその釘を抜けば済むことではないのか。そうした小さな失敗にとらわれているのは他の人のせいではない、自分自身のせいなのだ。その釘で自分を止めているからではないのか。過ぎ去ったものをどうすることもできない。しかし私たちのすべきことは何であるか。そう、それを不幸な事実にとらわれない心を持つことこそ大事なのではないだろうか。川の流れを見てみればよい。川の中に打ち込まれた杭にさまざまな竹だとか木だとか布だとか藁だとかいろんなゴミがたまっていることがありますが、しかし自分の現在の姿はそういう姿ではないのだろうか。そうした木の杭のところに止まり、また淵の川の淵のところによどんでいるのが自分ではないのであるか、ないだろうか。川の本質はやはりさらさらと流れていくところにあるのではないだろうか。そうであってこその川ではないのだろうか。このとらわれから自由にならねばならない。とらわれから自由になるためには過去というものから決別をしていくことです。その不幸な過去を生かすためには教訓と変える以外にないのであり、過去を教訓と変える以外にその過去は持って歩いてはならないのです。不幸な過去に決別をし、教訓のみを主玉の光として自らの胸の中に残し、そして現在に生きることこそ大事なのではないでしょうか。皆さんの心の中には一本また一本とさまざまな釘が刺さっているでしょう。その釘は10年も前、20年も前の釘もあるでしょう。霊的な目で見るならば釘は曲がり、そして赤錆だらけです。こんな錆びた釘をいつまでもなぜ心の中に打ち込んだままにしておくのか。それを抜き去ろうではありませんか。20年も30年も前に自分が失敗した苦しみ、そんなものにもし現在も囚われているとするならば、それは他の人の責任ではないはずです。囚われている自分自身の責任であるはずです。川の水は流れていってこそ使命を果たせるのであり、よどんでしまい止まってしまったらその使命を終えてしまう。そうなのです。私たちはそのような引っかかりから自由にならねばなりません。これはまず気づくことです。気づいたならばそうしようと次は意思することです。意図することです。意欲することです。それによって釘は抜けます。そして第一に執着を取れという話をいたしましたけれども、二番目に大事なこと、それは寛容な精神であります。寛容なる心であります。寛容の美徳がこの地上から失われて久しいのです。寛容な人に会うことがどれほど少なくなったことでしょうか。
記憶の糸をたぐってみても寛容な人に出会えたということはごくわずかでしかありません。一年のうちに何人出会うことができるでしょうか。世の中にはなんと寛容の美徳を失った方が多いことでしょうか。寛容の美徳を失って、そういつの間にか小さな小さな心になって、細かい細かいことに気がつきすぎて、そして人を責め自分を責める人のいかに多いことでありましょうか。そうです、執着からの自由を得たならば、次に必要なことは寛容な心なのです。寛容な精神なのです。この地上に52億の人が生きています。さまざまな国にさまざまな環境下、ある人は職に飢え、ある人はまた飽食の中にあり、ある人は知性優れ、ある人は知性劣り、ある人は体力優れ、ある人は体力劣り、ある人は黒く、ある人は白く、ある人は黄色く、ある人は家族に恵まれ、ある人は恵まれず、さまざまな環境に52億の人が生きています。もし神の立場でこの世界を見たならば、どう見えるとお思いでしょうか。それもよし、これもよし、黒きもよし、白きもよし、黄色きもよし、それぞれの中で幸せになって行きなさい。あなたに今与えられた環境の中で幸せを求めて行きなさい。そうおっしゃっているでしょう。地上の人間はいろんな意見のもとに不平不満を持っているかもしれないが、大いなる神の心から、大いなる神の目から見たならば、それもよしという温かい目で見ているはずなのです。なぜならば、私たちの人生とはこの一回限りのものではなく、あの悠久の大河がどこからなくともなく流れ来たって、どこへともなく流れていくように、遥かなる昔から魂を得、何度も何度も地上に生命を得ているのです。ある時にはアフリカに生まれ、ある時にはインドに生まれ、ある時には中国に生まれ、ある時は日本に生まれ、いろんなところを魂は生まれ変わってきています。その途中途中を取ってみたならば、いつも最高の環境に生まれているわけでないことは誰が考えても当然のことです。いろんな環境か、いろんな条件下で生まれてくるはずです。そうであって、長い長い永遠に近い人生が実り多くなってくるわけなのです。ちょうどあの川の流れが山から小さな谷となって流れ落ち、しばし木の葉の下を行き、やがて小川となり、ある時には早瀬となり、ある時にはゆったりとした流れとなり、そして河口近くなると海かと思うばかりの広々とした姿になるように、私たちの永遠の天照の中での人生もまた早瀬あり、谷あり、淵あり、いろんな経験をその中でしていくのです。その事実を知ったときに、私たちはもっともっと寛容にならねばなりません。自分自身に対しても、他の人に対しても、彼らがそれぞれの時間を今生きているのだということ、大きな流れの中での魂修行をしているのだということを知ったときに、私たちは寛容にならざるを得ないのです。そう、自分自身をも優しく包み込むことです。長い長い魂の歴史で、今こうした滝なら滝、早瀬なら早瀬に差し掛かっている自分自身よ、ご苦労である。お前は今大変かもしれないけれども、これは長い長い旅の途中なのだ。
どうか探求を起こすな。また川はゆったりと流れていくであろう。それまで焦ってはならん。寛容であれ、すべてのことに対して、こういう気持ちが大事なわけです。これが2番目です。そして3番目に言っておきたいこと、そう、それは大自然との調和ということなのです。これを私は皆さんに言っておきたい。私たちの現在の悩みの大部分は、都会的な、都市的なこの価値基準に基づいて自分自身を判定しているところから始まってはいませんか。自分の苦しみの大部分は、その都会的なる価値観ではないでしょうか。例えば、人より良い会社に入らねばならない。その会社の中では人より出世をしなくてはならない。人より良い学校を出なくてはならない。それ以外にもいくらでもあるでしょう。その類を挙げれば数限りがありません。名誉や地位、お金やその他もろもろは数限りなくあります。しかしそれらはどれもこれもどうやら都会的なる価値観から出発しているように思います。都会的なる価値観とは、一定の狭い空間に数多くの人があまりにも忙しく行き過ぎているがために生まれてくるところの、そのストレスではないでしょうか。狭い範囲にあまりにも多くの人が行き過ぎているがために自己というものが埋没してしまい、その埋没から埋没の感情が耐えきれなくて、いかにして自分を他の人に気づいてもらおうかとする思いが、それが皆様方の焦りや悩みの中心ではないでしょうか。私はそう思うのです。しかし振り返ってみてください。皆様方は悠久の時間を生きてきました。今から300年前にもし生まれていたらどういう生活をしていたでしょう。1000年前ならいかがでしょうか。2000年前なら、2500年前なら、3000年前なら、5000年前なら、1万年前なら、振り返り考えてみますと、いや、今自分が生きているこの場所は、この世界は、私自身の本来の魂が喜びを得るべき場ではないとおそらく思われることでありましょう。そう、地上を去った世界には天上界という世界がございます。その中ではもちろん高い世界に行くほど安らぎと調和に満ち満ちているわけであります。私たちが菩薩界とか如来界とか呼んでいる世界を見てみますと、そこには都会はありません。そこにあるのは大自然との調和の中に生きている人々の姿であります。これが私たちの心に中にあるところの原風景なのです。これが心の中に宿っているところの理想郷であるのです。桃源郷であるのです。春うららかな時節に丘の上に座りて、桜の木の下で霞たなびく世界を見ている自分を想像してみてください。それが皆様方の原風景なのです。皆様方の魂が憧れている風景なのです。暖かい日差しの丘に座りて、桜の木の下で遥かなる
遠くを、霞がたなびき山が青く見えて、小鳥がさえずっている世界がそこに広がっています。この桃源郷こそ皆様方の心の真実なのです。忙しい都会の中に生きている私たちではあります。しかしその私たちであっても、こうした本来の魂の姿を、魂の希望を叶えてやろうではありませんか。そのためには、悪せくした思いを止め、一日のうちの一定の時間、あるいは土曜日や日曜のようにまとまった時間を取ることができるときに、心を穏やかにし安らかにし、無為、すなわちなすことなく、自然に大調和の中にある自分というものを楽しんでください。これは天国的なる生活であり、真理の初心者たちがまずは目指すべき人生の王道であります。ありがとうございました。